寄せようごぜ。どうもー、アゴゴスコスケ配信者の寄せようごぜーす。今日は無課金の方必見、効率のいい A ピンポーションの集め方、イエーイ。無課金の人、無課金、美課金の人は AB ポーションが足りないって困っている人すんごく多いと思います。その無課金、美課金の、無課金、美課金ってヒカキンみたい、無課金、美課金の方々に、向けての動画を配信したいと思います。で、AB ポーション最大で、1日、9個手に入れることができます。無課金でもね、1日9個手に入れることができます。それのやり方を今から教えていきます。それではまず一つ目は、こちらです。ショップ、コインショップで AP ポイントを買う。ここで5個手に入るんですね。で、 AP ポーションは1個400円なんで、5個手に入れには2000必要なんですけど、友情コインっていうのを使えばこれ2000でゲットできます。で、友情コインはどこで手に入れるかって、友情コインはメールのこの友情っていう場所で手に入れることができますね。で、この友情のポイントを20コインいっぱいあるんだけど、この20コインを全部一括受け取り、ここで今500から826になりました。で、だいたい自分のフレンドに対してここに全員に送るって、今もう押せないんだけど、ここに全員送るって言うと800ポイントもらえて、その他で800ポイント。だから1日、頑張って、2000ポイントいくかいかないかぐらいの。で、まあ、2000ポイントいく方法としては、下に友達がこういっぱい出てくると思います、友達が。この友達を1回使うことで、コインが10個ゲットできるんですね。1回使うことで。毎日2000を貯めて、必ず AP ポーションでここで交換してください。そうすると1日5個必ず手に入ります。これがまず1つ目です。次2つ目。バンのところに行きます。デイリーミッションを見てみると、デイリーミッションを見てみます。デイリーミッションを見るとここで料理を作る、この料理を作るで AB ポーションが2個手に入るんですね。料理を作るだけで、なんでここで料理を作りましょう。皆さん1日1回料理を作るだけで AB ポーションが2個手に入るんで、必ず料理は作りましょう。これ必須です。さっきのやつはちょっと友情コインが足りなかったりっていうので、まあ、5個全部手に入るかどうかもわからないんですけど、このデイリーミッションは料理1個作るだけで必ず AP ポーション2個手に入るんで、必ず作りましょう。で、ごめんなさい、一番最初 AP ポーションが9個って言ったんですけど、訂正します、10個でした。10個手に入ります。で、最後の3つ目がこちら、騎士団のショップで、AB ポーションが交換できるんです。行ってみましょう。ここでここのレベル2のところ、レベル2のところにあります。 AB ポーションが、 AB ポーションじゃなかったこれ、ごめんなさい。レベル4のところですね。騎士団レベルが4あるところであれば、 AB ポーションが1日3個手に入ります。1個20円、20コインで3個手に入るんで、60コインよりは毎日3個手に入る。なんで、これをすると、1日必ず10個手に入るんですね。無課金でも。無課金でも10個手に入ります。10個手に入る。無課金、美課金は、コインショップのとこでもそうだけど、友情コインとかで使えるのは、無課金、美課金は、友情コインは必ず A ピンポーションに交換しましょう。なぜかというと、これに交換してもいいんですけど、やっぱり無課金、美課金って一番足りなくなってくるのは AB ポーションなんですよね。AB ポーション。なんで、ボス戦半減だったり、フリーステージ半減。あとは、ソルガレス島の本周回半減。そういう時のために、毎日10個集めてると、10日で100個になりますね。だから10日、1週間で70個集まるんですよ。1週間で70個集まる。これは、確実に毎日やった方がいいです。なんで皆さん頑張ってやりましょう。本日の動画はこれだけになります。で、もしよかったらコメント高評価お願いします。で、ちょっともう一回やり方わからないよっていう人はどしどしコメントで応募待っています。応募というかコメント待っているのでよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。
また動画配信していくんでよろしくお願いします。バイバイ。